フェアトレード、商品選びで地球を考えるというお話を今日はします。本日は、逗子フェアトレードタウンの会の磯野よし子さんと、ピープルツリーの鈴木ひろみさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、初めにですね、簡単な自己紹介と、あと、フェアトレードとのご自身の出会いについてね、お話を伺いたいと思います。はい、それでは鈴木さんお願いします。はい、じゃあちょっと画面を共有させていただきます。鈴木ひろみと申します。フェアトレード専門ブランドのピープルツリーで広報啓発担当をしています。そんな私とフェアトレードとの出会いは、実に35年以上前になるんですが、小学校4年生の頃に担任の先生からお話を聞いたのがきっかけです。その当時ですね、砂糖の国際価格が大暴落するという出来事がありました。で、フィリピンのネグロス島というところはお砂糖しか作ってなかったんですけれども、砂糖の価格が下がってしまったので、それで生活ができなくなってしまった。そのせいで子どもたちはご飯も食べられずに栄養失調で死んでしまうぐらいひどい状況だということを先生がお話ししてくださったんですね。その時に解決策として先生がお話してくださったのが、皆さんは砂糖を買う時に裏を見て、あ、これはフィリピンのお砂糖だな、ネグロス島のお砂糖だな、そういうことが分かったら、それを買うことによって作ってくれた人たちを応援することができます。だから何かをするときには一石二鳥になるような必要なものを買って、それで作ってくれてる人をきちんと応援できるような、そんな買い物をしましょうねっていう話を聞いたのが私とフェアトレードとの出会いでした。で、子供なので素直にはいっていうふうに先生のお話を聞いて今に至るわけなんですけれども、まあ小学校でね習うことなので、大人はみんな知ってるものだと思ったんですよね。で、社会人になってそうでもないということを知ったという出来事がありました。で、私はピープルツリーのお買い物もずっとしてて、一ファンだったんですけれども、まあ、99年からお買い物をし続けて、まあ、好きが高じて中の人になってしまったということで、フェアトレードがある暮らしっていうのをとても楽しんでいます。なので、たくさんの人にフェアトレードを知っていただきたいなと思って、フェアトレードの学校というものを毎月1回やったり、あと小学校から大学まで教育の現場に行ってお話をするようなことをしています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。画面共有します。皆さん、こんにちは。逗子フェアトレードタウンの会の磯野よし子と言います。私は、普段は大学のボランティアコーディネーターとして、大学生がいろいろな場所でボランティアをするお世話をしています。また地球の木という国際協力の団体で、主にネパールやラオスの教育向上のための活動をしています。それから開発教育センターという団体の理事もしているんですけれども、私自身は開発教育が自分の専門だというふうに思っているんですね。フェアトレードとの出会いも開発教育でした。またもう一つ、フェアトレード&オーガニックアマーレというお店を以前はやっていたんです。フェアトレードの専門ショップですね、逗子でやっていました。今はもう閉じてしまったんですけれども、そのような活動をしていっています。私自身がフェアトレードと出会った経緯についてお話ししたいと思います。先ほど開発教育という話をしたんですけれども、開発教育はバナナから始まったと書きましたが、私も鈴木さんと同じようにフィリピンのバナナというのが開発教育との出会いでした。その頃、鶴見良之さんが書かれたバナナと日本人という、本を読みまして、私たちが普段食べているバナナを作っている生産者が農薬まみれになったり、とても安い賃金で働かされて、犠牲になっているということを知りました。自分が知らないところで
誰かが犠牲になっているということを聞いてとてもショックでした。で、同じようにエビと日本人とかいろいろなシリーズがあるんですけれども、あ、これじゃ何も食べられなくなっちゃうっていうふうに思った時に、そうではないバナナがある、ちゃんと生産者の健康状態も考えて、幸せに働くことができる、そういうことを応援する仕組みがある、それがフェアトレードだということを知りました。そういうことを伝えていく、私たちの生活と、その裏にある開発途上国で私たちの食べるものや着るものを作っている人たちとの関係を教えていくこと、それを開発教育っていうんだということを知って、あ、これは私がやりたいことだなと思って、それから30年以上開発教育は私のライフワークになっています。フェアトレードとの出会いは、そういうところから始まりました。じゃあ、それではフェアトレードとは何でしょうか。直訳すると公正な貿易とか公平な取引というふうに訳すことができるんですけれども、手段と目的に分けて考えると分かりやすいので、このように説明をしています。フェアトレードは地球上にある問題をビジネスの仕組みで解決する取り組みです。それによって途上国の経済的、社会的に弱い立場の人々を支援しようという活動ですね。なので、この問題、どんな問題があるのか、皆さんちょっと想像してみてください。この途上国の経済的、社会的に弱い立場の人々はどんなことに困っているのか。貧困問題ですね。あとは環境問題というのが挙げられます。そういった問題を解決する手段というのはいくつもあった方が解決が早いわけなんですけれども、フェアトレードはその中でもビジネスの仕組みで解決しようという取り組みです。例えばボランティアだったり寄付であったり国連のような国際機関が働きかけてもいいわけなんですけれども、フェアトレードは物を作って販売する、その貿易の仕組みの中で公平な取引をすることで弱い立場の人々を支援するという活動になります。目的としてはみんなが幸せに暮らせるようにということなんですが、このみんなというのは途上国の人たちだけではありません。買い物をする側の私たちも幸せに暮らせるようにとですね、それがすごく大事なポイントだと思います。なので、フェアトレードというと貿易の仕組みだということも言えるんですけれども、貿易とか取引とかそういった場面に制限してしまうだけではなくて、もうどんな場面であっても相手と対等なフェアなやり取りをするってことが大事なんじゃないかなと思っています。そう考えると貿易私には関係ない思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ありとあらゆる場面、人との関係性の基本の姿勢って考えると、フェアトレードっていうのは誰にも関係があることなんだと気づいていただけるんじゃないかなと思います。私の方からはフェアトレードの3つの側面についてお話ししたいと思います。フェアトレードはお買い物で国際協力というキーワードがありますけれども、私たちが買い物を通して途上国の弱い立場の人々を支援することができる、それがフェアトレードではあるんですが、それを、持続可能なビジネスとしてやっていく、という面があります。海外での国際協力の場面と、海外と私たちの、生活を結びつけるビジネスの部分がある。で、そうすると、じゃあ海外協力をしている NGO やフェアトレードショップをやっている企業じゃないとフェアトレードってできないのかなと思われがちなんですけれども、実はそうではなくて、私たち一人一人が、そういったアンフェアな貿易を変えていこうという活動をすることができる、これもフェアトレードの大事な側面だと思っています。私たち一人一人が消費者としてお買い物をするだけではなく、
アンフェアな現実についてみんなに知らせていく、そうした活動もフェアトレードだと言えます。これが3つ目の市民運動としての側面で、私はフェアトレードタウン運動はここの部分かなと思ってやっています。フェアトレードを説明するときに、このフェアという単語をですね、どう訳すのかところでちょっと考えていきたいんですけれども、この絵を2つ見比べていただけますか。どちらが平等でどちらが公平かお分かりになりますか。平等と公平ってすごく似てる言葉なんですけれども、意味がやっぱり全然違うんですよね。左の絵の方が平等で、右の絵の方が公平です。説明をしますと、この向こうに野球をやっていて3人の観客が見たいと思っている場面なんですけれども、壁があるせいで向こうを見ることができません。そこで平等に箱を一つずつ与えられた状況っていうのが今この左ですね。で、この時に一番背の低い人は箱を1個もらってもまだ壁の方が高くて向こうのゲームを見ることができない状態なんですよね。で、右の方に行きますと、この背の低い人は箱を2つもらってます。こうすることによって3人が全員公平に向こうの野球の試合を見ることができています。平等と公平の違い、ちょっとお分かりいただけましたでしょうか。これさらに考えていくとこういう絵になるんですけれども、これ背の高い人っていうのは実は箱がなくても向こうの試合を見ることができました。でも現実的にはこれが強い立場の人、例えば先進国とかですね、もうすでにいろいろなものを、権利を持っている人というふうに捉えますと、箱がもうすでにいっぱいあるような状態です。で、そんな中で、一番箱を必要としている背の低い人というのが、もう地面に埋まっちゃってるような状態。これが途上国が置かれているような現実です。で、その隣、平等というのは先ほども説明した通り、平等に箱という底上げですね、チャンスを一つずつもらっている状態です。でもそれでも途上国の人にはまだ足らない状態ですね。で、次の段階として公平な世界、公平に貿易に関われるようにということで、フェアトレードがやっているのはここになります。公平な取引をすることによって途上国の立場の弱い人たちも貿易の市場に参戦できるようにする、そのためのサポートを手厚くする、これがフェアトレードですね。でも本当はそもそも壁がない世界っていうのがいいんじゃないかなということで、これがフェアトレードの目指している世界ですね。公正な世界です。平等とか公平とか公正、言葉は似てるんですけれども、こんなにも指し示す意味が違いますので、そのことを頭に入れながら今後のお話を聞いていただけるといいなというふうに思います。それでは、フェアトレード認証について簡単にご説明したいと思います。今 SDGs の流れの中で様々なサステナブルラベルと言われているものがあります。皆様も見たことがあるマークがあるんじゃないかなと思います。この中でフェアトレードの認証マークはどれか分かりますか？フェアトレードの認証にもいろいろな種類があるんですけれども、この中では上に書いてある4つのマークはフェアトレードの認証になっています。おそらく皆さんが一番目にしたことがあるものは、左の上の国際フェアトレード認証ではないかと思います。この黒いところに青い空と黄色の緑ですかね。緑、環境を守ってそこに対して宣誓をしてるんですね。手を挙げて私は公正な世界を作っていきますということをこう誓っている。そういうマークですね。で、
その隣にあるこのマークも最近は時々、目にするのではないかと思います。こちらは WFTO と言われている、フェアトレード組織の団体に対する認証になります。左の先ほどの国際フェアトレード認証の方は、製品につけるものに対して、団体に与えられるものがこの WFTO のマークになっています。また、右にあるフェアフォーライフはエコサートと言われている、まあ、主にヨーロッパで広がっているもの。一番右のフェアトレードサーティファイドっていうのはアメリカのフェアトレード認証です。ただ、日本の中では、先ほど言ったように、左の上の2つが中心になっています。また、日本ではフェアトレード認証を取っていなくてもフェアトレードとして認められている、主に国際協力の NGO がやってきた活動などもあります。ここでは一番左の国際フェアトレード認証について、もう少し説明をしていきます。フェアトレード認証というと、貧しい人を助けるという、経済的な基準、正当な賃金を払うというところで、フェアトレードというふうに思っている人が大半かと思いますけれども、それだけではないたくさんの基準があります。まずは経済的な基準のところでは、最低価格を保証する。どんなに海外の市場でコーヒーやカカオなどの値段が下がっても、最低この価格で買い取りますよという保証価格というものが設定されています。また、前払いをして先に必要な資金を渡すことで、活動を始めることができます。そして、この国際フェアトレード認証に一番特徴的なのはプレミアムという仕組みです。このプレミアムというのは、取引価格に上乗せされる奨励金というふうに言われていますけれども、その地域に対して、協同組合で、私たちの地域では学校が足りない、病院が足りない、また水がきれいでない、そういった問題があるというふうに、話し合って、何とかしたいというふうに思ったときに、この奨励金を使って学校を建てたり、病院を建てたり、井戸を作ったりすることができる。そのための地域に還元される仕組みです。これは生産者の賃金だけで、生産者だけが、受益者ではなく、その地域全体に利益が還元される仕組みになっています。また、経済的な基準だけではなく、児童労働を禁止するといった社会的な基準、また、非常に厳しい農薬に対する使用規定などがあります。こういった3つの基準を、フェアトレード認証では重要視しています。それでは私の方から、フェアトレード認証の世界フェアトレード連盟 WFTO の方ですね、そちらの補足説明をしたいと思います。実はピープルツリーは、先ほどの国際フェアトレードラベルではなくて、この WFTO の方に加盟しています。で、ピープルツリーは世界フェアトレード連盟 WFTO のメンバーなので、ここのマークですね、メンバーと書いたマークを使うことができます。ピープルツリーはフェアトレード専門ブランドなんですけれども、WFTO が認証するのは、この団体はフェアトレードの活動をしている団体ですよということなんですね。で、ピープルツリーがものづくりをするときに、パートナーの団体もいるんですが、そのパートナーもフェアトレードの団体です。で、製品を作るのに関わる団体がすべてフェアトレードの団体だったら、その商品もフェアトレードの商品って保証マークつけられるよねということでできたのが右側のマークになります。グアランティードフェアトレードというふうに入ったマークなんですが、これは商品につけることのできる製品認証になります。そして、世界フェアトレード連盟 WFTO では大切にしている10の指針というのがあります。それが、例えば仕事の機会を作る、どこで誰が作っているのか把握する、
安定した仕事の依頼をする。適正な金額を支払う。これだけがね、取り上げられることが結構多かったりするんですけれども、実はそれ以外にもありますよというのは磯野さんの話にもありました。とは、児童労働、強制労働もない世界、差別せず、ジェンダー平等と結社の自由を守る、安全で健康的な労働条件を守る、個人や団体の能力を伸ばす、フェアトレードを広める、環境を大切にする、こういった10の指針を守っている団体をフェアトレード団体として認証してくれるのが、このメンバーとついたマークになります。ここからは People 3のものづくりについて説明をします。真ん中にある PT というのが People 3の略ですね。下にある GV というのがグローバルビレッジといって People 3の母体 NGO になります。そしてこちらの方にある黄色ですね、生産者さんになります。18カ国145の団体と People 3はパートナーシップを結んでるんですけれども、それぞれの団体に生産者さんが働いてくれています。で、People 3はこの生産者の団体とやり取りをしているわけなんですが、そこで大事にしているのが、継続的にお仕事を発注すること。で、商品企画は日本で売れる必要がありますので、People 3が企画をしていきます。そこでマーケティングをしたりとか、売れるような市場を開発していくこと、技術研修とか品質管理などを生産者の団体の方にフィードバックをしていきます。で、生産者団体は生産者とどのような関係かというと、もちろんそこで継続的な仕事を発注して、公正な賃金を支払って技術研修をしたりとか、あとはフィナンシャルプランナーみたいにですね、得たお金をすぐに使ってしまうんじゃなくて、どのように生かしたらその人の人生がより良くなるかことを考えながら生産者さんと付き合っています。さらに特徴的なのが、働いている人だけじゃなくてその家族にも恩恵があるんですね。例えば子供を学校に行かせるようなことをしたりですとか、医療機関ですね、健康診断であるとか、医療に関われるようなサポートをしたりします。あと、子どもたちが、小さな子どもたちが安心して過ごせるような保育所とかも作ることによって、そのお母さんが働きやすい職場作りをしたりしています。だから、フェアトレードというのは、単に生産者さんが働く人が公正な賃金をもらうだけではなくて、いろいろな恩恵があるということが言えます。で、こうした関係性の中で、People 3は手仕事を大事にしています。で、People 3の仕事としては、原料から製品まで生産工程を透明化しています。どういうことかというと、どこで誰がどんなふうに作ってくれたのか分かるようにしているということですね。で、それをお客様に伝えることも大事な仕事です。そして売れなければいけないので、魅力的な商品を作るということも大事です。そして生産パートナーの能力向上、できることを増やしていくということも大事になります。で、People 3、フェアトレード専門ブランドなんですが、フェアトレードは人を大切にするというところで、People 3では手仕事を生かしたものづくりをしています。そうすることによって、収入の機会を増やすこともできますし、あと大規模な設備投資をしなくても、すぐに仕事を始めることができます。あと途上国はやはり電力の設備とかインフラが整ってないケースも多くありますので、大規模な電力インフラとかがなくても作れるものづくりっていうのが大事になってきます。と手仕事を生かすことによって、伝統的な技法を継承することにもつながります。具体的には、例えば、手織りですとか、手刺繍というのもあります。手織りは、もともと男性の仕事、結構力が必要なので、打ち込みに。男性の仕事だったりしたんですが、団体によっては、女性の仕事としても、手織りが活かされています。あとは、ハンドプリントですね。いろんな方法があるんですけれども、スクリーンプリントだったり、ハンコのように、ポンポンと、プリントしていくブロックプリントなんていう手法もあります。
あと私が今しているマフラーなどは手書きですね。こうやって職人さんが一つ一つ手仕事で仕上げてくれています。あと手編みもあります。手編みが一番わかりやすいと思うんですけれども、編み棒と毛糸さえあればどこででも始められるんですよね。だから都心部に大きな工場を建てて、そこに雇用することが失業問題とか解決になるというわけではなくて、それだと出稼ぎに行かなければいけなくなってしまうんですけれども、自分の家族と一緒に住みながら家族のケアをしたり家事をしたり、そんな合間にもお仕事ができるという点で、フェアトレードのものづくりっていうのは大事なわけですね。作り手の価値観を大事にしているということになります。でフェアトレードはもちろん人と地球を大切にしているので、中でもピープルツリーでは基本的になるべくオーガニックな素材、天然素材を使っています。その土地土地で入手しやすいものを使っています。で農薬やプラスチックは浮力使いません。でそうすることによって、付加価値の高いものを作って収入アップ、競争力アップにつながります。そして作り手の人たちが健康的に働ける環境になります。農薬とか化学肥料を使わないことで生物多様性も守ることにつながります。そうすることがやはり持続可能な生産につながってきます。それではフェアトレードタウンの説明をしていきたいと思います。フェアトレードタウンというのは、市民、行政、企業、学校など、町ぐるみでフェアトレードを応援する仕組みのことを言います。もともとは2000年にイギリスのガースタングという小さな町で、フェアトレードタウン宣言が始まったことが、出発です。ちょっと右に画像が悪いんですけれども、World's First Fair Trade Town と書かれているガースタングの看板が見えるかと思いますけれども、この後ろにいるおひげのブルースさんという方が発起人です。ブルースさんはブルースさんのパートナーと、それからお手伝いさんの3人で、このフェアトレードタウンという考え方を思いつき始めたという話をしていました。どうしてフェアトレードタウンなのかというと、一人一人が消費者としてお買い物をすることでもいいんですけれども、なかなかそれだけでは変わっていかない。で、その時に、もし学校がフェアトレードのものをどんどん仕入れてくれたら、また行政の方でもいろいろな協会やいろんなところが一緒に取り組んでくれたらフェアトレード広まるのにな、というふうに思って、で、フェアトレードタウンという考え方を思いついたというふうにお話しされていました。フェアトレードタウンにするには、やはり認証が必要だろうという話になったそうです。これは、先ほどの国際フェアトレード認証機構のフェアトレード財団がタウンの認証も引き受けることになりました。制度ができると瞬く間にイギリスで、またヨーロッパへ、世界へと波及していきました。2022年10月に2208都市がフェアトレードタウンとして認証を受けています。世界のフェアトレードタウンはどこに多いのかというものを一覧にしてみたんですけれども、やはりヨーロッパに多いですね。ドイツだけで800以上あります。そしてアジアは最近になって増えてきたんですけれども、実はアジアで初めてのフェアトレードタウンは日本の熊本市でした。2011年のことです。その後、韓国はソウルがフェアトレードタウンになりました。そしてどんどんフェアトレードタウンが増えていきました。このように、フェアトレードタウンは世界で広まっています。これはフェアトレードトライアングルというフェアトレードタウンの特徴をよく表しているものなので、ちょっと紹介をさせていただきます。右下に
イギリスのガースタム氏と、ガーナのニューコフォルディア氏、そしてアメリカのメディア氏を3つでつなげています。この3つの国は、かつて世界で最もアンフェアなトレードをやっていた地域です。世界で最もアンフェアなトレードって何だかわかりますか？実は、この絵を見て想像ができるかなと思うんですけれども、奴隷貿易をやっていた地域なんですね。イギリスの会社がガーナに行ってアフリカの人たちをアメリカに連れて行きました。人身売買を貿易として行っていた。それが、かつての世界でした。これを変えていく、フェアトレードで変えていくんだということで、今は、ガーナの、まあ、主にカカオですね、ダブルチョコレートを持っている絵が見えると思いますけれども、それをアメリカに持って行って、会社で、チョコレートを、フェアトレードのチョコレートを作っています。この3つの都市がアフリカで一番最初にフェアトレードタウンになったニューコフォルディアとアメリカで一番最初にフェアトレードタウンになったメディア、この3つがつながって、世界を変えていく運動として、象徴的に始まっています。日本のフェアトレードタウンについてお話をします。日本は今6つのフェアトレードタウンがあります。先ほど言った熊本市が世界で1000番目、アジアで最初のフェアトレードタウンでした。その後、名古屋、私の住んでいる逗子市は3番目、そして、札幌、浜松、いなべ、人口規模も、全く違う都市ですけれども、南から北に至るまでフェアトレードタウンがあります。そして、今フェアトレードタウンを目指している市や町が、もうここに書ききれないほどたくさんあります。千葉県では千葉市や館山もとても今積極的に動いています。今日は詳しくお話はできないんですけれども、フェアトレードタウンと同じように、フェアトレード大学、大学全体でフェアトレードに取り組むということを、認証で認められているフェアトレード大学というものがあります。今4つの大学が認定されています。そして、高校や中学、また小学校もフェアトレードに取り組みたいといったときには、フェアトレードスクールというものが世界であります。ただしこれは認定制ではなく、手を挙げてやりたいと言って登録をしていく、そういう仕組みで動き出すとしています。私の住んでいる逗子には、男子校の逗子開成高校というところがあるんですけれども、ここもフェアトレードスクールを目指して、生徒たちがとても熱心に活動しています。文化祭でフェアトレードの展示をして、商品を販売したり、また自販機にピープルツリーのドライマンゴーを入れたり、学食ではフェアトレード認証を取っているごまを使用したメニューを取り入れたり、すべて生徒たちの提案で、実現したものです。では、フェアトレードタウンに認定されるには、どういう基準が必要なのかということをお話ししていきます。世界では5つの共通した基準がありますが、認定をするのは各国の認証団体が行います。各国の認証団体では5つの他に独自の基準を設けることもできます。ここで日本は基準の4、地域活性化への貢献というのが日本独自の基準になっています。これは、フェアトレードだけを広めるのではなく、地域全体が活性化されるように、いろいろな地域の他の団体とつながって地域を盛り上げる、そのことに貢献しているということが認められないといけないという基準です。では、これらの基準に沿って、逗子ではどんな活動をしてきたのかということをお話ししたいと思います。まず1番目、推進母体の形成と支持層の拡大というふうにありますけれども、このフェアトレードタウンという活動は、お店だけがやってもいけない。行政だけがやってもいけない。で、まず中心になっているのは
市民運動として母体になる市民団体がないといけないということがあります。ボトムアップの街づくりという言い方をしますけれども、市民がこういう街を作りたいんだと言っていろいろな、多様な人たちをつなげて、母体を作っていきます。最初に始めた時は3人でしたけれども、その後どんどん人数が増えていきました。それから基準の2番目、運動の展開と市民の啓発があります。これは実際にどんな活動をしているのかということが、見えないといけないということで調査がされるわけですけれども、私たちはまずは勉強しようということで読書会、勉強会をやっています。また、いろいろな人たちに知らせるためのパネル展示、そして講座をやっています。今は特にユースに力を入れて、ユースプログラムを一年通してやっています。また、啓発活動として、逗子の中で、素敵な映画館があるんですけれども、ここでドキュメンタリーを見ながら、話をするという活動を毎年しています。なかなか海外に行けない中でドキュメンタリーを見て、海外の現場を知るということを大事にしています。いろいろな生徒たちの発表の場をフォーラムという場で設けたり、ファッションショーなどを通して伝えています。3番目に地域社会への浸透というのがあります。これは実際に地域のいろいろな団体がフェアトレードのものを使っているということが大事になります。フェアトレードタウンに認定されてからですけれども、逗子の市立の小中学校では、5月のフェアトレードデーの日にフェアトレードのごまを使って、給食が出ています。その時には、先生たちがこのフェアトレードの説明などもしてくれています。基準の4番目、地域活性化への貢献。先ほどお話ししましたけれども、実際に地域全体を盛り上げるということが必要になってくる。で、逗子ではお土産品がないということで、逗子コーヒーというものを私たちは開発をしました。逗子という名前がつく商品を手に取ることで、それがフェアトレードだ、というふうに後から気がついたら、フェアトレードって何だろう、そこから広まっていくんではないか。また、逗子のお土産をみんなに手に取ってもらうことで、逗子全体の活性化につながるというふうに考えました。これを作成する段階では、いろいろな地域の人たちに手伝ってもらっています。高校生がフェアトレードの絵を描いたりをしています。ここに逗子コーヒーを持ってきていますけれども、これは障害者の人が描いてくれている絵です。または逗子の写真なども使って商品を作っています。逗子チョコというものも作っています。これも、福祉施設と一緒に共同開発をしています。毎年、障害者、知的障害のある、施設に募集をして、絵を描いてもらい、それを投票で選んで、逗子チョコというものを作成していました。これを書くことで、障害のある人たちの活躍の場というものが生まれたととても喜んでもらっています。また、基準の5、フェアトレード産品が、どこでも買えるという状況を作っていく必要があります。私たちは5月にフェアトレードランチキャンペーンというものをやって、フェアトレードの食材を使った、ランチを出してもらっています。最初、4年前に始めた時には、10店舗くらいの参加だったんですけれども、今は20店舗以上の参加によって、5月は、逗子全体でフェアトレードを盛り上げています。そして最後の基準は、自治体がフェアトレードを支持しているということが必要になります。そのためには、市議会で支持決議が出されること、また、市長による宣言というものが必要になってきています。これをもって、逗子はフェアトレードタウンの認定を申請し、それが2016年の7月に認められて、
アトレードタウンになりました。フェアトレードタウン宣言、当時の市長が書いてくださったものですけれども、私たち逗子では世界とつながり平和に貢献する街ということを大事にしています。逗子には米軍が作った、米軍住宅が今もあります。この米軍基地を市に返還してもらうための運動を何十年もやっていますけれども、もしも世界で貧困がなくなり、対立がなくなり、平和になれば、そこにはもう軍隊も必要なくなる。私たちのフェアトレードの活動というのは、平和に貢献する、逗子を平和にする、そういう活動なんだということを、この宣言文では認めてやっています。そして、今、SDGs が、いろいろな場で叫ばれていますけれども、このフェアトレードというのは、SDGs のすべてのゴールに関連しているというふうに、思っています。特に逗子では、ここに挙げた、7つのゴールに関連していると思っているんですけれども、特にですね、目標12、作る責任、使う責任、消費者から選択者へというふうに書きましたが、私たちは、ただ物を消費していく、物というのはなくならないですね、消えないです、ゴミになって残ります。消費者になるのではなく、何を使うのか、何を使わないのか、そういうことを選べる、そういう人になろう、選択者になろうということを、掲げています。目標12に関連することかと思います。また最後、目標17。たくさんの地域のアクターが、共に連携して街を盛り上げていく、そういうものがフェアトレードタウンだと思います。そういうことが認められて、2021年に地域再生対象というものを、取ることができました。フェアトレードタウンの説明は以上になります。それでは、フェアトレードの認知度についてお話をします。これは2019年のものになるんですけれども、一般社団法人日本フェアトレードフォーラム、フェアトレードタウンを認定する組織ですが、ここが行った調査の結果を見ると、まずフェアトレードを知っていますかという質問に対して、知らないという人が 46%、約半数がまだ知らないということになります。残りの見聞きしたことはあるが内容までは知らない 26%、見聞きしたことがある内容も多少は知っている 22%、内容もよく知っている 6% というふうに見ていくと、知名度としては、言葉は知っているという人が 53.8% になります。半分以上ではあります。ただその中で、ちゃんと内容についても、フェアトレードの内容を正しく認識できたという人は、過去の中の 32.8% という、結果が出ています。その前の 28% というのは、内容を多少知っているとよく知っているを合わせた数なんですが、その人たちに対して本当に正しく、貧困や環境問題と結びつけて、答えられたかどうかを調べたときに 32.8% でした。また、フェアトレードタウンをしていますかという質問に対しては、ほとんどの人が知らないという結果が出ています。次に、逗子ではどうかということを少し話したいんですけれども、これも2020年の調査の結果です。今、逗子市では、市民に対する一般的な調査、アンケート調査の中にフェアトレードの質問項目を入れてもらっています。その中にフェアトレードを知っていますかという質問と、フェアトレードタウンに認定されたことを知っていますかという質問を入れています。知名度としては 57.2%、先ほどの 53.8% に比べれば、若干逗子の方が知名度がある。また認知度、この場合は、内容を多少知っているとよく知っているを合わせた数が 40.6% になっています。ただ実際に
本当に正しく知っているかということは調べられていないのでわからないんですけれども、フェアトレードタウンとしてはまだまだな数字だというふうに思っています。で、私たちの活動ではこの認知度、正しくフェアトレードについて分かっている人を 50% にするという目標を掲げて活動をしています。フェアトレード商品がどこで買えるのかということなんですが、例えばピープルツリーのように、専門のお店でも扱っていますし、あとはセレクトショップでもいろいろ見かける機会があると思います。またね、スーパー行っていただいて、先ほどの認証マークがついた商品あるかなって探していただくということもできますね。そうですね。フェアトレードタウンでは、認定されるために、1店舗でフェアトレード商品2品目以上扱っているというところが人口1万人あたり1店舗ないといけないという基準があるんですね。で、そのために、各タウンで、フェアトレードショップがフェアトレードのものを買えるところがどこにあるのかということを地図で表しているところが多いんです。ちょっと図紙の地図をご紹介しますね。これは5月のランチキャンペーンの時に、刷っている地図なんですけれども、毎年かなりの数が増えていくんですが、どこに行ったらどんなものが食べられるのかということを載せています。で、これを今逗子市のホームページの方にも載せていて、もう常にアップデートできる状態にしているんですね。これ刷ってしまうともうここで決まってしまうんですけれども、今ウゴのタケノコのように増えているので、Google マップで、どんどん増やしている状態です。いいですね。こういう地図があると、はい、実際に訪れてお店の方と話すチャンスが持てるのがいいなというふうに思いました。そうなんです。最初このマップを作るためにいろんなお店に回ってフェアトレード食材使ってくださいってお願いに行っているんですけれども、最初フェアトレードのことを全く知らないお店の方もとても多いんですね。で、どんなものがあるのっていうことをこう話しながら、選んでもらって、じゃあ塩なら使えるわとか、油なら使えるわっていうような形で取り入れてくださるんですけれども、お店の中ではお店によってはこれがきっかけでもうフェアトレードに目覚めてしまう方もいらして、で、そうするとお客さんがいらしたときにとても詳しく説明をしてくださるんですね。もうこれがまさにフェアトレードランチキャンペーンの成果かなと思っています。そうするとお客さんもとても楽しいみたいで、どんどんいろんなお店を回ってくださっています。スタンプラリーなんかもやっています。オンラインでもね、すぐに買える世の中ですけど、やっぱりなぜフェアトレードの商品を扱ってるのか、素材扱ってるのか、やっぱりそこに選んだ方の思いがあるので、それを話を聞きに行くっていうのもね、すごくいい機会ですよね。そうなんですよね。実は今スーパーでフェアトレードマークのものを置いているところはとても増えているので、フェアトレードタウンに認定されるためにはかなり簡単に基準をクリアできるんですね。スーパーの数を数えれば、もうそれで大都市なんかは基準がクリアされるんですけれども、でもそこに行ってフェアトレードって何ですかって聞いてもお店の人わからないんです。で、やっぱり小さいお店で、ね、フェアトレードについて分かってる人がどれだけいるのか、そこでお店の人にこう聞いてもらうことで、お客さんとしてフェアトレードのものありますかとか聞いてもらうことでお店が変わっていくので、やっぱりネットではなくぜひいろんなお店に行ってフェアトレード探してほしいなって思います。フェアトレードのこれからということでは、もう本当に究極的にはわざわざフェアトレードって言わなくていい世界が当たり前になってほしいなというふうに思っています。ピープルツリーがフェアトレード専門ブランドですって今名乗ってるんですけれども、それを言われた時に当たり前でしょっていうふうに返ってくるぐらいの世の中になってくれたら、もう役目を終えるんじゃないかなって思っ
ってるんですよね。フェアであることがね、本当当たり前になってほしいなって思います。そう、フェアトレードの究極の目的はフェアトレードがなくなることだって私たちも言っていて、わざわざフェアって言う必要がない世の中になってほしいということですね。一方で、だからわざわざ今フェアトレード、フェアっていうことを言わなきゃいけない現実があるんだっていうことに気づいていただくっていうのもすごく大切なのかなって思っています。よくね、学生さんから問い合わせをいただいたりして、フェアトレードのものって割高だから学生の私たちには買えませんっていうような、お声いただくことがあるんですけれども、立ち止まって考えてもらって、まず何と比べて高いのか、たときに比べる金額の方が安すぎるんじゃないかというふうに考えてみてっていうふうにサジェスションすることがあるんですけれども、なぜかというと今の学生さんたちはもう生まれた時からファストファッションが当たり前にある世代の人たちなんですよね。だから比べる価格が異常に安いっていうことを気づけない、それが当たり前にあるから、今自分が普通だと思っていることが実は普通じゃないんじゃないかなっていうふうに、世の中の見方をちょっと変えてほしいなというか気づいてほしいなという気持ちもあります。そうですよね。フェアトレードのものが高いっていうのは本当によく質問されることなんですけれども、フェアトレード もともと物の価格ってどういうふうに決まってるかっていうことも考えてほしいというふうに、私も答えているんですけれども、私たちの、買う側が安くないと買わないっていう力が強すぎるんですよね。買う側が決めてしまう。で、本来だったら、そのものを作るためにどれだけのコストがかかっているのか、トゥルーコストですよね。コストから、物の価格っていうことを決めていく必要がある。そこで正当な価格っていうのが決まるはずなんだけれども、私たちが、しわ寄せを、生産者の一番弱いところにしわ寄せを作ってしまう、そういう価格の決定の仕方、そういうものを知らないと高いから買えないってね言っているのが、そういうふうにさせ、安くさせている、ということも知ってほしいなって言っています。一方、安くないと買わないよって言いつつ、安いと例えば使わなかったりとかしても、もう安かったからいいや捨てちゃってみたいに、何の、愛着もなく手放しちゃったりして、それがだから大量消費につながり大量廃棄につながってしまうと、ただ安いことっていいことばっかりじゃないよねっていうことが私たちの生活の中にもあると思うんですよね。だから本当に大事なものとか選び抜いて自分がときめくもの、本当に嬉しいなって思うものだけを持って生活することができたら、もっとなんていうんですかね、シンプルに豊かな気持ちになれるような気がするので、すごく難しいことを考えなくても、その社会的な課題があってんじゃなくても、自分がまずハッピーライフを送るためにも物との向き合い方をちょっと見直してみるって大切な視点なんじゃないかなって思います。でも一方で、つい昨日私の娘がスペインから帰ってきたんですけれども、スペインにはフェアトレードのものが溢れていて、どこでも買える、しかも安いって言ってとっても喜んでいたんですね。で、やはり普及しているとフェアトレードのものの商品の価格を下げることができるんですよね。日本はやっぱりまだまだ普及していないので、どうしても価格が高く なりがちなのかなと思っています。やっぱり、たくさんの人が買ってくれればそれだけ下げることができる、私たちもっともっとフェアトレードを応援して買っていくことも大事だなって思っています。これからのフェアトレードということなんですが、フェアトレード、今、どんどん変わってきてるかなというふうに思うんですね。で、特に開発途上国の中でも、どんどん、経済的に、開発が進んでいる国ってとても多くて、例えばガーナなんかも、今はもう IT のメッカみたいになっているんですよね。で、そういう中で、ガーナのカカオ農場で働いている人たちっていうのは、実は
ガーナ人ではなくて、コートジボワールとか、近隣の国から来ている人たちが働いているんですよね。で、そういう時に私たち、じゃあガーナとフェアトレードをやっているって言っているけれども、実際に、そこで働いている人は誰なのか、そういうところがこう見えてなかったりする。で、また、ガーナの中で、自分たちで、フェアトレードのチョコレートを買える人たちも増えてきているんですね。国内の中で生産者を支える仕組みっていうのができ始めている。また、チョコレートに限るんですけれども、以前はスイスのフェアトレードの団体がカカオ豆をガーナから買ってきて、そこでチョコレートを作って、販売していた。でも今はガーナでチョコレートまで作ることができるようになってきている。でそういうようにフェアトレードがどんどん途上国の自立を、より促す方向に変わってきているかなというふうに思うんですね。国内の中でのフェアトレードということを、世界でも認められつつある。で、実は日本の中でも今まで海外とフェアトレードをしてきた団体が、例えば震災の後の被災地でフェアトレードの仕組みを使ってものづくりを支援していたり、国内の立場の弱い生産者、農業の生産者を支援する仕組み、そういうものが進んできています。この国内フェアトレードっていうふうに言って、私たちはもう同じように、今までのフェアトレードと同じ目標に向かって、フェアな立場の弱い人たちを支援しながら、より良い仕組みを作っていくという、同じ活動なのかなというふうに思っています。フェアトレードが貿易の仕組みっていう狭い定義だけじゃなくて、もう人と人との関係性、対等な立場でやり取りをするっていう、本当に人間としてのコミュニケーションの基本姿勢だって考えたら、もう誰しもに関わり合いがあることなんだなっていうふうに改めて今思いました。そうですよね。みんながハッピーになる仕組みですね。はい。はい。皆さんへのメッセージとしては、フェアトレードのことを知ったら、知っただけに終わらせるのではなくて、ぜひ何かアクションを起こしてほしいなというふうに思っています。それはフェアトレードのお買い物でもいいですし、フェアトレードのチョコレートを食べるというのでもいいんですけれども、知るだけじゃなくて、何か行動して自分ごとにすることで、いろいろなことが変わってくると思うんですよね。私はすごくフェアトレードのある生活っていうのが清々しくていいな、楽しいなっていうふうに思っていますので、ぜひ皆さんにも楽しんで続けていただけたらなというふうに思っています。ものを通じて私たちは世界中とつながっていると思うんですよね。どこかで誰かが作ってくれたから私が使える。なのでそれを作ってくれた人も幸せであってほしいなというふうに思っているので、そんなふうにして日々を過ごすことができたら結構楽しいですよね。だからぜひ皆さんにも楽しさを味わってほしいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。例えば、私からもメッセージです。メッセージという割にはちょっと厳しいことを話してしまうかもしれないんですけれども、最近は中学や高校の教科書でも習うので、たくさんの若い方とか、逗子のフェアトレードタウンに遊びに来てくれるんですね。で、いろんな活動を、しているんですけれども、その時に時々、なんかちょっとお勉強の一環なのかな、と思うことがとても多くて、どうしてフェアトレードやってるのっていうふうに聞いても、教科書で習ったような、答えしか出てこなかったりするんですね。で、まずね、私は皆さんにアンフェアに出会ってほしいっていうことを言っているんですが、それは、自分自身のね、体験でもいいし、身近な人の体験でもいいと思うんですけれども、もう世の中、家庭の中でもね、アンフェア溢れていると思うんですが、で、それをね、とても苦しい、何か変えたいというふうに思ったときに、
やはりその弱い立場の人たちの思いっていうものが自分事として分かってくるかなというふうに思うんですね。で、もうフェアトレードと思わなくて、いいのかなと思うんですよね。一度フェアトレードから離れて、私はどんな世界に住んでいて、で、その世界をどういうふうにしたいんだろう。そこから考えてほしいなと思うんです。で、その時に自分の選択肢の一つとしてフェアトレードがあるなら、ぜひフェアトレードをやってほしいな。でも、いろんなあり方があると思うんですよね。活動はいろんなことができると思うので、フェアトレードだけではないので、ぜひね、より良い、よりフェアな社会のために自分は何ができるんだろう、何が自分に向いてるんだろう、そういうところから考えてほしいなって思います。ね、頑張ってほしいと思います。はい、今日はね、フェアトレードということをめぐっていろんなお話をねしていただきました。自分の生活と地域と世界をつなぐ、最後もね力強いメッセージをいただいたと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。